親方様、徳川勢に動きが。無謀にも我らを相手に打って出るつもりのようで。小僧め、静かにしておれば見逃してやったものを。頭に血が昇り我を忘れたか。父上はこのまま先へお進みください。徳川ごとき、私が軽く打ち払ってまいりましょう。いや、この機に格の違いを思い知らせ、息を削いでおくのも悪くはあるまい。皆に下地を飛ばせ。全軍をもって徳川を叩き伏せる。はは。体がこの調子では先を急ぎたいところではあるが、徳川の小僧をどうも捨ておけぬ。格の違いを見せてやるわ。親方様の友にお加えくだされ。徳川がその気なら相手をしてやるまで。今日は己の無謀を後悔することになる。まずは騎馬隊の進軍の妨げとなる敵を速やかに排除しておけ。見つかったか。撤収するぞ。我らの動きを探っていたようだな。逃がさず討ち取れ。本陣の守りは信房に任せる。よいな。調子が悪い。この戦、時をかけず片付けた方が良さそうだ。急げ。太郎、制圧した砦に兵を入れ守りを固めておけ。尋常に勝負いたせ。死を覚悟せい。そらば斬るのみ。敵将、討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。おお、やるではないか。撃ち取ったり。かなう相手ではなかったか。意地を見せ。死を覚悟。のらば斬るのみ。騎馬隊を進ませろ。騎馬隊が押し出してきやがったが、仕方ねえ。俺が止めてやら。あの武者、我が騎馬隊を阻む気か。させぬぞ。嫌な奴に会っちまったぜ。知った顔とて遠慮は無用。参れ。遠慮なんか鼻からしてねえ。あんた強えから面倒だってんだよ。勝つのは俺だけどな。
引くしかねえな。開門。これでよし。皆の者、目指すは浜松城だ。進め。武田を相手にかような気概を見せるとは、家康も一発の者の譜になったものよ。だが当主としては未熟、相手が悪いわ。浜松城は守りを固めているはず。先に周りの砦を落とすのが上策か。砦を守る将を撃て。に勝とうなど少子かなう相手ではなかったか。あっぱれ、我らも続け。お尻に入れてやるもんですか。今ぞ、城に攻め入り、小僧の首を取れ。開門。私は逃げも隠れもしないぞ。かかってくるがいい。拙者に勝とうなど少子、許さないんだから。よし、砦は抑えられたな。この勢いで浜松城を攻め立てよ。拙者に勝とうなど少子。聞かせていただこう。おう、やるではないか。拙者に勝とうなど少子。かなう相手ではなかったか。そろそろ次の手に移る。影武者か。徳川のこの運命、面白いことをさ。我が秘術、見破れるか試してみよう。明智よ、半蔵のおっさんが敵の目を引きつけている。今が好機だ。全軍、浜松城を包囲せよ。平門。我らを包囲してきた。本陣の兵と騎馬隊を向かわせろ。後方の敵が動いた。よし、敵の進路を封じよ。これ武田勢の動きは止まるはず。浜松城にいる敵を討ち取るのだ。徳川の包囲を崩せぬ。皆動じるでない。我ら武田こそが強者、それを忘れるな。ようやく目障りな忍びが消えたか。勢いは俺たちにある。かかれ。何、半蔵殿がやられただと。皆の者、撃って出るぞ。開門。ここからが勝敗。
に焦りが見えた時こそ勝機。隙を突き、大いに風穴を開けろ。死を覚悟せい。戦つ殿をお守りするのだぞ。討ち死に。参る。そんな。叔父上、出るぞ。三河武士の意地を見せてやれ。伏兵を仕込んでおく。死を覚悟せい。だがこれしきねじ伏せるのみ。神話から封戦してくれている。この上は私も前線に出て戦うぞ。よせ竹千代、今は逃げるんだ。お前が死んだら仲間の犠牲が無駄になるぞ。徳川の小僧は逃げたか。だが最後にもう一人、あの武者が我らの行く手を阻みたいようだ。勝利条件変更。死を覚悟せい。このまま行かせるわけにはいかねえ。に進みたけ、本田平八を倒していけ。うす、武田の強さは本物だ。家康様が無事に撤退できるよう時を稼げ。開門。我が忠勇、天下無双なり。砦の守りはもういい。前線に進め。何、敵の増援だと。これでは館様の命に応じられぬ。武田本陣を守る将を討て。敵陣を探りに行った者たちは戻らぬか。死をやむを得ぬ。とにかく攻めるぞ。本陣が騒がしいような。急ぎ兵を向かわせろ。打ち死に。打ち死に。館様より与えられたお役目、何としても果たさねば。討ち死に。討ち死に。切るのみ。死を覚悟せい。討ち死に。あっぱれ、我らも続け。討ち死に。マラと差し違えてでも知った仲間の無念を晴らしてやる。死を覚悟せい。格下と侮っていたが、徳川主従の結束は大したもので、それで当家を脅かす存在になるやもしれない。この木に叩いておくにしかずだ。死
を覚悟せい。悔しいが、ここまでか。今ならば徳川を滅ぼすも容易かと。父上、私に追わせてはいただけませぬか。目的は達した。この戦、ここまでにしておいてやろう。やはりこの機に浜松城を落とし、徳川を潰しておくべきでは。時がない。なぜそのように先を急がれるのです。まさか父上、お体の具合が。こたびの戦で見せた徳川の結束は侮る。小僧の器もこの先さらに大きくなる。だが幹が腐れば枝葉も枯れる。織田を打ちさえすれば徳川に生き残る道などない。故に先を急ぐ。俺の目の黒いうちに織田を滅ぼし天下をもぎ取る。父上は私のみの力では徳川にすら勝てぬと、そうお考えなのですか。資料が不足なのではない。俺の代わりは誰にも務まらん。この信玄が率いておればこそ武田は最強なのだ。残された時は少ない。行くぞ、資料。承知しました。